ゲディーク、まずいことになった。 ND に見つかった。殺すつもりで追ってきてる。分かった、ハンガーへの最短経路を調べる。違う、スパイクはまだあるから。彼も俺は昨日しか決して止まらない。これから逃げてくれ。絶対に捕まるな。チャンスはまだ残ってる。リコに従うべきだったな。やり直す機会を与えてやったってのに。分かってない。私はそんな機会よりクルーが欲しいんだ。ゲディーク、ここはどこ？船の図面によると、そこにあるのは変更シールド用のメインパワーコアとサブパワーコアだ。それってどのくらいのパワーがあるの？ DX ドロイドを止めるには十分だよね。 ND5 の部品は保護されてる。それでも止めることはできるはずだ。どうやって？両方のコアを起動する。それで中央のエミッターからエネルギーが緊急放出されるよ。分かった。コアを両方起動して彼を中央に誘い込めばいいってことだよね。そういうこと。失敗だ。俺が着く前に ND5 にとどめを刺されてないことを祈ろう。エミッターだ。制御盤でトラップを仕掛けないといけないみたい。反応がない。何かがコアに干渉してるんだ。エディーク、最初のコアに着いた。起動して、最大限のパワーがいるよ。ロックを解除する。ND、死んだりしない？最上位のバトルドロイドだけど古いからね。保証はできない。ダメだ、ロックされてる。マニュアル操作にすればコアを起動できるかも。
に俺は止められない。そこにいた。ターゲットを発見した。走れ。そして絶対に振り返るな。音が聞こえた。ゲイ、やめてくれ。見つけると言った。ケニー、お前はうるさすぎる。敵を捕捉した。俺はいずれお前を見つける。そこにいるのは分かっている。するつもりかは知らないが、やめておけ。最初の子を起動した。ケイン、諦めろ。 ND5 は俺のドロイドだ。違うね。はあ、そんな風には見えんがな。爆乱するためだよ。ケイ、嘘だね。一緒に生き残ろうとしてるだけ。ケイ、なぜ来たんだ。俺がジェイリンに逆らえないのは知っているだろう。ND、そう簡単には諦めない。お前の死はカイロに多大なる負荷をかけることになる。本当はこんなこと望んでないんでしょ。これまでずっと俺の望みなど関係なかった。そして話せてるんだから抗うこともできるよ。そういうものじゃないんだ。ボルトは絶対だ。
そう信じたいだけだ。近くにいるのは分かっている。止まれない。お前に俺は止める。ターゲットを発見した。
するつもりかは知らないが、やめておき光栄だ。ジェディーク、二つ目を起動した。いいぞ、エミッターに向かって。